定理ラーメンですか。僕が頼んだのがあっさりめの鶏中華でございます。51歳の親父にはこってりはちときつい。しっかりと鶏からの出汁が出ておりますね。麺とスープとの相性もいいようでございます。このお店は盛岡から雫石町に向かう国道46号線沿いにあり、以前から気にはなっておりました。今年はできるだけ気になっていたお店を攻める孤独なのであります。気になっていたラーメン店を食べ歩くのでありました。いいですね。いいですよね。気になっていてモヤモヤしていたのを消し去るっていいですよね。そしてまた気になるお店が新たに現れるんですよね。しかし僕以外の他のお客さんはみんなこってり系のラーメンを注文しているようです。こりゃもやもや具合に拍車がかかったじゃありませんか。お店側の戦略にまんまとハマったやつですか。僕はお姉さんに何頼めばいいですかと聞きました。そしたら最初ですと鶏中華ですと答えるんですよね。そして鶏中華を食べていると周りの客がこってり系のラーメンを食べているのに気づく。他の人が食べているものはどうもうまそうに思えてくる。これがこのお店の戦略ではないでしょうか。あっぱれ。なかなかいいシナリオでございます。また機会がありましたらこってり系のやついただきに来てみますね。鶏中華そばも最終盤戦へと突入いたしました。ここでとっておきのチャーシューにがぶりつきます。こってり系の皆さんどうだ、うまそうだろう。皆さんそんな風には感じておられません。あの人カメラ回して変な親父だなぁと思っているのでしょうか。そうですよ、僕はカメラ片手にラーメンを楽しむ孤独のライダーでございますよ。